はい、どうも、ゆうご .tv です。お届けするのは、アッシー、佐久間ゆうごでございまーす。今日は、安岡正弘人間学講話より、運命を開く、こちらの著書から、一番最初に書いてある、修士君、こちらを紹介していきたいと思います。修士君。1、人の生涯。何事によらず、もう遅い、もう終わりと思うなかれ、いまだかつて、はじめらしきはじめを持たざるを思うべし。1、修行は、その行き詰まりを見せずして、一生を終えるを真実の心得となす。1、成功は、一部の霊感と、九分の流感による。退屈は死の予告と知るべし。右、先哲意見、安岡正弘6。こんな感じですね。まあ、人生いつでも、どんな状況でも、年齢とかその場の状況に限らず、いつでも何かを始めるのに遅いはないみたいな感じなのかな。修行の行き詰まりを見せずして一生を終えるを真実の心得となる。志を持って生きろみたいなね、そんな感じなのかな。成功は一部の霊感と九部の流感による。汗水流して働けみたいなね。あとはその一部の霊感、まあなんか見守ってくれてるよみたいな感じなのかな。退屈は死の予告と知るべし。確かに退屈、何もしないとね、本当死んでるように生きるみたいな、そんな人生は送りたくないですからね。やっぱ生き生きと生きたい、それに限る。はい、ということで今日は安岡正弘先生の運命を開くから人間講話、修士君を紹介いたしました。それではまた見てください。チャンネル登録とコメントとバシバシお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。